こんにちは。天馬アカデミー堀秀夫です。今日は FBA 混合在庫オプションを使ってはいけませんということでですね。FBA 混合在庫、使ってないかどうかの確認の方法です。これ標準だとね、使わないってなってるんですけど、なんかで選択間違えて使うってなってた場合ですね、えー、結構ダメージの大きな事故が起こることがあるんでチェックしてみてください。まず、セッティングスでですね、 一番下のフィルフィメント・バイ・アマゾン、ここを選択します。そうすると、その中にですね、FBA プロダクト・バーコード・プレフェレンスっていう項目がありますので、それを選択してください。でここがね、FBA ・アマゾン・ Amazon、バーコードと記入されていれば大丈夫です。今後在庫になっていないです。 混合在庫を使っているとですね、えらい目に合いますという、えー、動画、ここに貼り付けておきます、えー。日本アマゾンでね、私も壊されて、もうこれは一切使わない方がいいですというのをだいぶ前に、えー、動画で作ってたんですけど、これをね、言ってなかったんで確認です。でちなみに、まあ、混合在庫ね、えー、使っても特段問題ないよ的な、ね アナウンスをアマゾンは当然してます。メリット、デメリットということでですね。でもこれ、何気なく書いてるデメリット、でかすぎますね。FBA で混合在庫を使ってた場合ですね、誰かが事故を起こしたら、その出品者全員が使えなくなりますというのが書いてあります。これはね、そのメリットなんか軽く吹き飛ぶデメリットですね。で、アマゾンがラベルなしの混合在庫でもちゃんと追跡してるんだろうと。 ねえー、思う方が多いと思うんですけど、一応追跡してますと書いてあります。ね、入った時から購入者まで、えー、追跡してますと書いてあります。でも、このね入ってから購入者に届くまで追跡してるんだったら、全員がこの、ね、売れなくなることがありますというのと矛盾してるんですね。つまり、このデメリットを書いた人は素直に、ねえー、今後在庫は追跡しきれないから、えー、もし、 誰かが偽物を混じらしたとか不良品を混じらした場合ね、全員のを売れなくすります。まあ、はっきり言って全商品を破棄しますと言ってるわけなんですけど、こちらのね、追跡する方法を書いた人は、一応システム的にはね、追跡できるように作ってあると。まあ、当たり前ですよね。ただね、えー、作業してるのは人間なんで、実際は追跡しきれないというのは書かないでおいてると。こういうね、えー、矛盾がいっぱいあるっていうのはまあ、 世の中の普通なんですけど、アマゾンには特に多いです。ただ今回の場合は、このラベルはちゃんとね、混合在庫でも追跡してますよっていうのを信じた方は、例えば、会長に売れてる商品を何百個か入れたらね、その商品に誰かのセーラーが中国製の偽物を混じらしたと言ったときには、もうその在庫全部破棄という形になるんでね、恐ろしいですね。えー、混合在庫は使わない方がいいです。でちなみに、えー、日本アマゾンだとね、 昔の古い US アマゾンと同じ管理画面で混合在庫を変更する場所が違います、まあ、日本版はねアメリカ版の翻訳なんで治るまでタイムラグがあるんでですね、まあ、作業内容が変わってきてるというのがあるんで、まあ、今回この新しい画面だと日本と確認場所が違うよということでですね動画を作らせていただきました 以上、テンバーアカデミー堀秀夫でした。